支えられながらじゃないと歩けないような人が、今も自転車乗るくらいまでめちゃくちゃ復活してるので。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日は上階装具を新しくしたので、それの説明と最近やってるリハをお伝えしていきたいと思います。上階装具を新しくしたので、何をどう変えたのかを説明してもらいたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。ダメ？前の装具は決して悪いわけではなかったんですけれども、足首のところとかが、あれなんて言うんですか、あれくっついてたじゃないですか。カーボンにしてて、足首がもう90度から全く動かない構造になってたので、そう、決まってたんだよね。はい。で、膝も一直線なんですけど、膝パッドがなかったので、中で膝が曲がってしまって、股関節も膝も曲がった状態で、足首も90度に固定された状態なので、重心が後ろにあるような、ちょっと変わった状態で立っておりました。そうなると伸ばしたいところが伸びない。そうですね、まこさんの形勢を落としたいっていうのもあって、足首のふくらはぎの筋肉とか膝の裏の筋肉が硬くなってるのを伸ばすためには、少しすねが傾くようにして、アキレス腱を伸ばすような動きが、立った状態で出してストレッチを体重かけてしたりとかっていうのができるようにした方がリハビリにはなるというので、今回足首が動くようなタイプの装具を作りました。前回はカーボンとかにしたけど、今回はだからザ、形としてはスタンダードだよね。あ、あれじゃん。単価指示もできるように、取れるようにしたんだよね。このネジネジのところを外すと、スコって抜けて単価指示にもなりますよと。足首のところはゲートソリューションの機能もついてるんですけれども、反対側にダブルクレンザックの機能もついてるので、ダブルクレンザックの機能を基本的にはまこさんは使ってます。これが角度の。角度を調整する。なので、まこさんが普通にまっすぐ立って運動したい時は90度の位置で止まるようにネジを回して、このロッドを前方だけ緩めると、さっき言ったふくらはぎのところが伸びて、すねが前に倒れていく動きを出せるので、歩く練習を介助の中でするとか、立ってちょっとそこを伸ばしたい時は、このロッドの調整をして足首の動きを出します。GS っていうのは油圧を変えるだけなので、まこさんが立って運動する分にはあまり機能しないんですけど、全介助で歩行マシーンとかに乗って運動する時に油圧の調整をしてあげると、すねを少し前に出すサポートをするので、正常の歩きに近い運動を学習する時とかのために使います。なるほど。膝の継ぎ手は今回スペックスをつけてます。これってスタンダードでしょ？スタンダードではないです。あ、スタンダードじゃないの？はい。このカチッってやるこのリングロックは上のスタンダードというか、まあ一般的にロックするためのものなんですけど、その下のスペックスっていう名前のやつは、それをネジを回していくと膝が中でたわむようになります。やってなのて、で、歩行練習する時はこれをきつく締めすぎた状態でいくと、ピンって伸びきったまま歩くことになるので、なるほど。正常の学習はされないのと、膝の裏の筋肉とか太ももの筋肉が、まあ、正しく入りにくいので、このスペックスを調整して足をついたタイミングで膝がちょっと曲がるんですよ。その膝のちょっとした動きをこのスペックスを調整したらうま
まく出すことができる継ぎ手がついてます。なるほどね。じゃあ最近のリハは羽子板リハしてますけど、羽子板リハは何のためにやってますか？まあ、まこさんの、まあ、形勢を落としたりとか、うん、まあ、体幹、うん、排尿障害とかがより良くなっていくためにとかっていう目的で、あの体幹筋とかお尻の筋肉とか、うん、膝とかっていう、まあ、全身の筋肉を鍛えようと思った時に、うん、やっぱり立った状態を作った方が効率的にベッド上で筋トレしてもいいんですけど、立ってしまって高重力位で運動した方が形成の抑制と筋力増強には効果的なので立ってます。じゃあそれで別に羽子板じゃなくてもいいってこと？まあ別に羽子板じゃなくてもいいんですけど、バドミントンでもいいしキャッチボールでもいいけど、うん、まず立つ練習、筋肉鍛えるためにはいいんですけど、うん、上半身の動きを片手指示で運動したりとかっていう風にすると、まあ、だんだんその足に対する体重がかかる量が変わるので、うん、そういう目的で羽子板を一つの運動の種目としてやってるって感じですね。はい、ということで最近のリハの動画見てもらいました。本当に最近はもうなんか体がもうカッチカチになっちゃって、歩行するとかっていう前にまずはこの腸腰筋とか伸ばしていかないと本当にもう体がねくの字になっちゃって大変なんです。だからそれもあって形勢も強くなってって、日々の生活っていうのも結構しんどくなってきてるので、まあ、最近は、まあ、見ていただいたような伸ばしたり荷重かけたりっていうようなリハをしてました。投与も2ヶ月に1遍とかできるときはこう日程が合えばやるようにしてるんですけど、体の変化、例えば足が動くようになったとか、どっかこう皮膚の感覚が分かるようになったっていうような変化っていうのはちょっと残念ながらないですね。トイレ感覚もちょっと今までは無だったけど、お腹下して痛い痛い痛い、なんかお腹痛い、なんかうんち出そうだなっていう感覚が投与を始めてから分かるようになりました。 100% じゃないけどなんか分かるようになりましたっていう変化がありました。でそれがどんどん変わってったかっていうと、ほぼ多分100になった、お腹を下してる感覚が分かるようになったのはほぼ 100% 分かるようになって、一番初めの方はその感覚が分かっても本当にもう、あ、痛い、あ、ってなったらもう出ちゃってるっていうことが多かったんですけど、結構今は早めに感じられてるのか、それとも感じてから我慢できるようにというか我慢してるのかわからないんですけど、あ、やばいかも、なんかゾワゾワ来てるかもって思ってトイレに行っても結構まだ余裕があるというか、痛いからの漏らすまでの時間がちょっと長くなったんで、例えばなんかおかしいな、お腹おかしいなって思ってトイレ行くまで10分くらいかかるってなっても結構我慢できたりする時もあるんです。だからそこの変化は私の中で結構大きいな。で1回か2回くらいでしか下着に失敗するっていうことがなくなりました。基本的にはもうトイレでできるようになった方が多いかなと思います。2年半くらい経ちましたけど、めちゃくちゃこう皆さんが期待するような大きな変化っていうのは残念ながら私の中ではないです。でも、もう他の患者さんとか見てると脳血管障害の人たちを見てると、あの人すごい歩き方綺麗になってるなとか、なんかそういうのを私は感じます。なかなか脊髄損傷に対してどうこうっていうのが難しい。あ、でも軽損できた方で不随の方がいたんですけど、その人は初め結構ヨタヨタした、支えられながらじゃないと歩、まあ一応歩けるんです、支えられながらじゃないと歩けないような人が、今も自転車乗るくらいまでめちゃくちゃ復活してるので、やっぱりその不随の人とかは大きな効果っていうのがもともと歩けてた、その人たちがよりもっと今まで通り歩けるようになるとか運動能力上がるっていうのは
あるのかなと見てて思いました、まあ、なかなかまだまだその治療がみんなそれぞれの状態があって本当にそれぞれやってみてっていうようなことではあるけど、ただ実際私のような体に対してはまだ効果、大きい効果は難しいけど、そういった不随の人とか脳血管障害の人とかには見てるとすごい変化あるなっていうこともあるので、なんかまたこういった出せる映像とかがもしあればなんか出していけたらいいなというふうに思います。なかなかこう動画出せてなかったのがリハに変化がなくて、同じ内容を投稿するのもどうなんだろうなって思ってなかなか出せてませんでしたけど、また定期的に出していこうと思います。はい、ということでこの動画がためになったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。